大田,田茶臼山古墳。大田茶臼山古墳。大田茶臼山古墳は、大阪府茨城市大田にある古墳。形状は、前方公園墳。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、三島愛の寮、三島の愛のの捧ぎ、三島愛の寮として、第26代、慶大天皇の捧ぎに事情されている。全国では、第十一位の規模の古墳で、五世紀中央。 古墳時代中期半ば頃の築造と推定される。大阪府北部、淀川右岸の富田忠地上に築造された巨大前方公園墳である。現在は、宮内庁事情の携帯天皇陵として、道庁の管理下にあるが、1972年、昭和47年、1988年、昭和63年に、大阪府教育委員会、茨城市教育委員会による、 集合外側での発掘調査のほか、2002年度、平成14年度に、区内庁所領部による、噴球祖部での発掘調査などが実施されている。噴形は前方五円形で、前方部を南方に向ける。噴球は3段築成、一節に4段築成。噴球長は226メートルを測るが、これは大阪府北部では最大規模で、全国では、 第21位の規模になる。墳丘の左右首レブには作り出を有し、墳丘周囲には縦型の集合及び集包みが巡らされている。発掘調査では、遠藤に庭、継承埴庭が検出されており、これらは新池埴庭製作遺跡、高槻周和土質での生産とされる。また、墳丘周囲には倍長とみられる。古墳数基の築造も知られる。 この大チャウス山古墳は、出土派庭から古墳時代中期の五世紀中央頃の築造と推定される。被装者は明らかでないが、前述のように現在は、宮内庁により、第26代、慶大天皇の御捧ぎに事情されている。ただし、築造年代は、慶大天皇の没年、慶大天皇25年、531年に合わず、所在地も、 死者の記述と食い違うことから、現在では、真の形態量については、今白塚古墳、高槻志軍家、新町とする説がありしされる。古墳の規模は次の通り。墳丘周囲には、縦型の集合が巡らされ、その幅は、約二十八から三十三メートルを測る。またこの集合の外側には幅三十メートルの集包みが巡らされる。北側の包みでは、 継承派には、家型、人物系、甲冑系、馬型、浮形派にはなど、も出土している。紛糾、周公の築造規格は死の山古墳、藤寺市、天院行天皇陵と、ほぼ同型になるが、これは、本田ダ五病山古墳、羽びき市、天王人天皇陵、墓山古墳、羽びき市をもにした規格になり、大田茶臼山古墳の被葬者と古市古墳群の、 大王とのつながりが指摘される。前述のように、出土品としては、遠筒埴輪や、継承埴輪がある。遠筒埴輪の変年によれば、その制作年代は5世紀中央とされる。これら、大田茶臼山古墳の埴輪に関しては、新池埴輪制作遺跡、大阪二拓樹市から供給されたことが判明している。同遺跡は、埴輪の小西洋、工房、 集落を包含する埴輪制作遺跡で、そのうち最古期の埴輪用英軍の残存埴輪が、大田茶臼山古墳の埴輪と一致することから、制作遺跡自体も、大田茶臼山古墳の築造を契機として、創業を開始したものとされる。周辺では、掃除寺古墳群でも埴輪用英軍の埴輪が発見されており、大田茶臼山古墳と、周辺中小墓とが関わりを持って営まれていた。 様子が指摘される。太田茶臼山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では、第26代、慶太天皇の御捧ぎに事情している。慶太天皇について、古事記では、日の戸羊年、527年、に放御して、三島の愛漁に、日本初期では、慶太天皇25年、531年、に放御して、愛の漁に葬られたと見える。 演技式書領料では、携帯料は、遠領の、三島愛の領として記載され、摂津福島上氷の所在で、町域は、東西山頂、南北山頂で、宿後煙を毎年当てるとする。また、昭治二年、1200年の書領雑字注文では、摂津島上氷形態天皇と記載が見えるほか、13世紀後半の西恩寺、高校の日記に、 摂津島上寮の洞窟記事が見える。なお、両名に見える、愛は一帯の広域地名であり、現在も愛川という地名が依存する。その後、慶態天皇陵の所在に関する書伝は失われた。江戸時代に入り、元禄九年、1696年に、松、下見林の全王病了記によって初めて、大田茶薄山古墳を、 携帯天皇領とする説が挙げられ、教皇十七年、千七百三十二年までには、事情に至った。ただし、大田チャウス山古墳は、島下軍の軍域に属して、演技式の記載とは、そこが生じるため、元織のりなは後世に、島、上郡、島下軍の軍隊が移動したと解釈加えている。大田チャウス山古墳を、携帯天皇領とする説は、以降も踏襲され、 1884年、明治17年には、宮内省、現、宮内庁の管轄に移り、現在に至っている。以上の一方、慶大天皇のまみささぎに関しては、大田茶臼山古墳ではなく、今城塚古墳、高槻市郡家、新町に否定する説が、有力視されている。この説は対象から、昭和初期頃より提唱されるもので、その説の中では、軍会の移動はなく、 今白塚古墳のみが、島上氷の群域に属したとする。築造年代の点でも、大田茶臼山古墳、5世紀中頃には、慶大天皇の没年から開きが生じているが、今白塚古墳、6世紀前半頃の方はその、没年に一致することが判明している。大田茶臼山古墳の真の被葬者については、慶大天皇ではないとしても、大和王権の大王母軍、モーズ、 古市古墳群から近い摂津における巨大古墳である点。摂津では唯一倍長を伴う古墳である点。当地で、それまでに築造された古墳に比べて飛躍的な規模である点。後世に山和大王母、今白塚古墳が営まれている点等を踏まえて、大和王権から分派した王族と推測する説が挙げられている。具体的な被装者としては、慶大天皇の祖,祖父の伊夫夫。 費用に否定する説等がある。太田茶臼山古墳の倍長、倍長と見られる古墳のうち、大阪府教育委員会、茨城市教育委員会によって番号が与えられているのは次の5期。一部は、宮内町により、三島への寮の倍長に事情されているが、いずれも1972年、昭和47年に、宮内町管理違いの部分において、発掘調査が実施されている。 区内町事情の三島愛の両倍町は、域内売町倍長所、飛び地倍町八箇所の、計九箇所。上の三箇所、飛び地に、五、保豪、都豪を除くものについては、古墳であるか否かを含めて、考古学的に、大田茶臼山古墳の塚であるかは定かでない。そのうち次の双子山古墳では、区内町管理違いの部分において、発掘調査が実施されている。 その他の区内庁事情の倍調は次の通り、所在地、交通アクセス、関連施設、周辺、原点出店、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。